スウェーデンは歴史的にウォッカベルトの一部であるスウェーデンにおけるアルコール飲料ではスウェーデンにおけるアルコール飲料について述べる。スウェーデンのアルコール飲料は他の西洋諸国と同様に一般的なものである。スウェーデンは歴史的にウォッカベルトの一部を形成し上流種の消費と酔うために飲む量が多い。しかし20世紀後半には 西ヨーロッパ諸国と同調してワインの消費や平日の飲酒も一般的になってきた。アブソルートウォッカ、最近ミニエ化された V&S 社が製造する最大の成功作スウェーデンの主な特産品はブレンビンと呼ばれる発酵させた穀物やジャガイモから作られる蒸留酒である。ウォッカブレンビンの中では最高級のものでありアブソルートウォッカや エクスプローラーウォッカといったブランドがある。一方、ハーブで風味付けされたブレンビンはアクアビットとして知られる。これはスナップとして伝統料理とともに小さなショットグラスで飲まれる。スナップは1500年代からスウェーデンに広まった。ラガービールは食事にもバーでも一般的である。レストランやバーでは通常ストースタルクとして 40CEL 入りのグラスの スタルコルが供される。甘いシードルもまた一般的である。2005年7月1日から新しい法律が施行され、リンゴか用なしの果汁を発酵させた飲料のみがサイダーと呼ばれる。この法律改正の前はどんな果実ベースの飲料もサイダーと呼ぶことができた他の国ではアルコポップとみなされるものでも、スウェーデンではサイダーとして販売することができた。 給料日の夜賛成票1922年スウェーデン禁酒令の国民投票のポスタースウェーデンでビールが根付いた飲料となる以前からほとんどの人々にとり主要なタンパク源であったニシンの塩漬けや塩漬け豚肉のような塩辛く鮮度の悪い食べ物とのバランスをとるため晩餐会では多量のビールが提供されていた。また1400年代後半になっても ストックホルムなどの都市部の水が飲料に適さず牛乳が手に入るのはカキのみでコーヒーや紅茶などのカフェイン飲料もなかったことが要因とされる上流の手法は15世紀になって導入された上流種の生産や販売に対する禁酒令がある期間施行されていた北欧では葡萄の栽培が難しいためワインを飲む習慣がなく代わりに 明度が珍味として飲まれていた。近年では輸送技術の発達によりワインも飲まれるようになっている。19世紀の間にスウェーデンが工業化され洗練されてくると工業的に生産されたブレンビンが入手しやすくなりアルコールによる健康問題や社会問題が増加してきた。禁酒運動が盛り上がりを見せ、1905年に政府は種類の販売を独占化した。 ブラッドシステメットとか、モトボックと呼ばれる、配給制度が1955年まで維持されていた。1995年に、スウェーデンが EU に加盟すると、飲酒の習慣はより大陸的なものになり、規制も緩和された。種類専売所は、箱入りワインを導入し、法律が改正され私企業が、アルコール飲料を輸入し売買することが可能になった。 しかし政府による小売販売の独占は維持された。2005年には、アルコールの消費量は1995年に比べ30%増加した。システムボラゲットの店舗スウェーデンは、アルコールが入り率3.5%以上のすべての種類の販売にシステムボラゲットと呼ばれる、アルコールの専売性をとっている。 システムボラゲットで購入できる最低年齢は20歳である。適切な許可を取ったレストランやバーは18歳以上か、冷水していなければ誰にでも種類の提供ができる。ビールは法的に3等級に分けられている。レトルと呼ばれるクラス I は販売に規制はない。フォルコルと呼ばれるクラス2は認可された店で売ることができるが購入できる。 最低年齢は18歳である。スタルコルと呼ばれるクラス3はシステムボラゲットの店舗でのみ販売される。飲料はアルコールが入率により課税され、その税率は他のほとんどの国々より重い。税額はウォッカで200.56スウェーデンクローナ、L、ワインで22.08スウェーデンクローナ、L、ビールで6.615スウェーデンクローナ、L である。 アルコール含有率2.8%とそれ以下のビールは酒税を免除されている。個人消費用に他の EU 諸国から持ち込むアルコール飲料には制限はない。税金の面でスウェーデン人は自分たちでエストニアやドイツでアルコール飲料を買い込んでくる。スウェーデンフィンランド間のフェリーがオーランド諸島のドックに入居中に戦場の免税店でアルコール飲料を 一定量購入することが許されている。オーランド諸島はフィンランドの自治領の一部で EU の特別領域である。密造種は田舎では一般的なものである。禁酒運動はスウェーデンでは根強い運動でしばしばフリーチャーチ運動以外のプロテスタントと連携することがある。1990年代にはスウェーデンの若者の間にストレートエッジ運動が 広まった。スウェーデン人は、アルコール関連の法律には寛容であるが、修行中や運転中の飲酒には容赦しない。平日の昼食時の飲酒、一杯の強いビールでさえ、は厳禁であり、飲酒運転は、社会から非難される。政治家や、その他の公務員が、飲酒運転やアルコールによる、不業上で有罪となれば辞職せざるを得なくなる。 ロシアで人気沸騰の日本食。ヤブプレス日本経済新聞。2018年4月1日閲覧。ABC アルコールが入った飲み物のご紹介。イケアによる解説。ガバメントオフィスオブスウェーデン。スウェーデン。S アルコールポリシーハット。 スターティンス・フォカルソ・インスティチュート・アルコホール・スタティスティック二千六アルコール・スタティスティックス二千六ピアニッシモ十二から十四 ISBN 九百七十八から 9172575370HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.fhi.se スラッシュアップロードスラッシュ a r 二零零八スラッシュ r a p p o r t e r 二千八 R－ 二十万八百にアルコホールスタチスティック零六零八零二。PDF。ハットスウェディッシュタックス・エージェンシー、エクサイズ・デューティーズ、ハットスウェディッシュ・インスティチュート・フォー・パブリック・ヘルス。マーチ十一、二千五アーカイブド二千七年十一月九日。アット・ザ・ウェーバック・マシン。ありがとうございます。